カルトラジオ花遊戯第3回ラジオ花遊戯パーソナリティのおたなみです。皆様おはこんこん、同じくパーソナリティのあやぶです。皆様おはこんこん、同じくパーソナリティのいおりです。この番組は至ってノーマルに楽しくお送りします。はいはいそういうわけではい、ということで、はい、あれ今日あの BL じゃなかったですか？花遊戯でした。あれそうですね、至ってノーマルってあれおかしいなと思ったんですけど、あれおかしいな、この前2対1じゃなかったな記憶を歪めるんじゃない。あれおかしいな。おかしいな。ということで花遊戯ですね。ノーマルですね。はい。はい。はい、じゃあちょっと私喋ることないかな。頑張って。おぶぎ。はいはいはい。すいません。二人でボイコットしちゃう。イオリン頑張って。頑張って。あ、二人で花遊戯乗っ取っちゃう。そういう手があったか。おい、どうすればいいのこれはいはいはい、すいませんすいません、戻ります。すいません、真面目にやります。はいはいしっかりお願いします。はいはい、しっかりやります。ところで、あのバレンタインつきましたけど関わりありました？え、うん、いろいろギリでいただいたり、会社とかで。そっか、会社とかだともらえるところはもらえるんだ。うん、そうだね。でも面倒くさそうですね。お返しとかねまあいいんじゃないですか、こういうたまのね、こういう行事とかをね、積極的に参加してくれるようなね、会社とかでもなかなかね、そういうのに無頓着なとこもあるじゃないですか。 あまり、うん、せっかくだったらね、ちょっと日々のそういうささやかな楽しみというかなんでこんな話に。逆に男だらけのところだったらバレンタインってないのかな。いや、でも男だらけだったらいやだから、あの女性がね渡すのが、あの日本では一般的じゃないから。男もそうでもないでしょうあ、やっぱりそうなんだ、うん、結構そう、この前テレビで幼稚園の子だったかな、うん、なんか男の子が女の子に花を渡してたっていう、バレンタインで、うん、だいぶ、そういう括りが特になんか、感謝の気持ちを込めてみたいな、そういうなんかイベントの日なんだったっけ、どうなんだったっけ。もともとバレンタインっていうのはその、うん、結婚を許してた聖バレンタインさんの亡くなった日なんですよね、結局は。あ、そういう、ね、ローマだったかな確か。結局戦争が盛んな年に王様が、その嫁さんがいたり子供がいたりしたら集中して戦争ができないだろうって言って、兵士は結婚禁止になってたわけですよ、うんうん、でもその若い男女で愛し合ってたら結婚したいっていうのが本心じゃないですか。私にはちょっと分かんないんですけどで、その聖バレンタインさんっていう神父様だけがその結婚を許してたという。おうおう。で、あのこっそり結婚をさせてあげてたんですけど、結局王様に見つかって、殺されちゃうわけですよ。あら。結局それで、その亡くなった聖バレンタインさんの意思を継いで、その好きな人に思いを告げれる年として供養してるかなんかだと思います。確か遥か昔に聞いた話だったから、私も英語の授業の時に習った気がするんですけど忘れちゃった。まあでも海外の場合はね、日本と違って女の子がチョコを渡す日じゃなくて、その思い人に気持ちを伝える日なんで、その関係ないらしいですけどね。ただチョコレート会社が最初にそうやってディスってるわけじゃないですよまあでもそのおかげでなんか美味しいチョコレートがいっぱいで、ね、買えるから。そう、すっごい美味しいの。自分チョコばっかりだけどこの時期からバレンタイン超えると、そのバレンタインチョコがちょっと安くなるじゃないですか。もうそこが狙いどころなんですよ。買いに行かなきゃもう美味しくてちょっと高いチョコが安くなってるんですよ。もうここは買い占め時でしょ。何ですか、イベント当日に楽しもうよイベント当日か、なんかもうバタバタしてると終わっちゃうかな。はい、イベント当日にチョコレート買いに行ったんですよ、うん、あの家族用の、うん、なんかそのなんていうの、採掘キットみたいなチョコレートのなんか骨、うん、チョコレートを骨
発掘するみたいなチョコレートがあったんですよ。チョコレートの骨？チョコレートから骨が出てくるの？なんかあの箱の中に埋まってるんですよ、そのチョコの骨が。骨、ああ、ティラノサウルスみたいな骨なの。なるほど。え、砂とかに埋まってるんですか？砂なの？でも茶色いチョコレートの粉なんですかね。なんかとりあえずなんかサラサラしたものの中に埋まってるのをこうシャ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 って掘り出すみたいな感じのチョコレートだったんですけど、うん、めっちゃ買いたいと思ったら売り切れてた。そんなに人気なんですか？人気だった。あれですか、私の気持ちを掘り当ててねみたいな。そんな感じなんですか？でもほら、あの子供さんとかが買いたかったのかな。喜びそうだ。逆に今年は節分とかでバタバタしたからな。そういえば節分だったなってぐらい節分らしいこと何もしてないよ。いや、私もね節分はしないんだよ。ただあの甥っ子が保育園で今日節分だったって言って大泣きしてきたから。ああ、大泣き、あの大泣き、うん、そうなの。ちょうど節分だったと保護者の、うん、あの父兄の人にお願いするから結構リアルな鬼が来るわけよ。やだ、頑張って作っちゃうのね。頑張って作っちゃうの。だから結構なトラウマみたいね。私もね、あの同じ保育園に通ってたから分かるんだけど、あれね怖いよ。今でもね覚えてる。節分の日に保育園に行ったら、うん、まず石油ストーブの上に豆がいってあって、で年の分だけ食べてねって言って食べた後、うん、で、あのその遊戯時間になったら先生が紙芝居をやってくれると。節分用の何だったかな、確か可愛い女の人が鬼にさらわれてみたいな話をして、で豆で追い払いましたみたいな。でめでたしめでたし、あれこんなことを話してると鬼の音が聞こえてきたぞみたいな風に言って、パッと窓を見ると鬼がいるんですよ。よしみんな豆で退治しようみたいなの。無理無理無理みたいな。そんな不意打ちやだ。やべえ、ホラー演出。で私はこっそり職員室の前に隠れてたんですよ。うん、そしたら院長先生に見つかって、あのさあもうあなたも豆ぶつけていなさいとかって言って、うん、パッて出されたんですよ。で、あのちょうど握ってたのをバーって思いっきり当てたらちょうど目に当たってね、はい、鬼やっつけたよとかって言ったけど、あの父兄の人本当に申し訳ないです。ちなみにうちのお姉ちゃんは職員室に入り込んで鍵をかけて入れないようにしたらしいです。お姉ちゃん強い。お姉ちゃん強い。まあね、うん、外にいるからね、中にいれば問題ないよね。養老攻めになるかもしれんぞ。あ、なるほど。あ、でも豆食べればいいんか。でもなんか結局あのなツイッターだったかなに流れてきたのに、その鬼が別に豆を苦手っていうわけじゃないらしくて、一つの説だと確かいった豆を投げると芽が出ないから理にそぐわないことは鬼が嫌いで逃げちゃうとか、あと豆とかそういう数えるものがあるとどうしても数えなきゃいけなくなっちゃうから、習性的にで数えてるうちに人間を襲うことを忘れて帰っちゃうみたいな。あれ結構頭弱いのか。私なんか豆の中に閉じ込められちゃうって聞いた。豆の中にこう豆が当たると、なんか豆は悪いものを封印する力があるから、鬼が豆の中になんか吸い込まれちゃうみたいな。あのだからモンスターですか？赤鬼ゲットだぜ。だからなんか投げた豆は絶対食べちゃいけないよみたいな。だから鬼も食べちゃうから、投げた豆は食べちゃいけないよみたいな。それでピッピッドッセイ。やばい。結構ね、フリートーク話したから、そろそろね、次に行った方がいいんじゃないかな。あ、はい。暴走する前にね。暴走しきってる気がするけど。そうですね、ちょっと温まってきたかな。さあ。あ、私が言うのか。そうだよ。私が言うのか。全然考えなかった。では、最初のコーナー行ってみましょう。ソルアカメンツのおすすめ漫画。
はい、というわけで今回は私いおりのおすすめ漫画を紹介したいと思います。はい、はい、結構タイムリーでね、はい、多分知ってる方もいらっしゃるんじゃないかなっていう作品なんですが、ぜひ紹介したいなと思えてこの作品を選ばせていただきました。というわけでタイトルは、この世界の片隅にという作品になります。はい、はい、テレビでもねよくお話が出てきたりとかする、ね、うん、今話題のあの映画になってて、なんか賞を取ったんでしたっけ、確か。うん、そうだね。なんとか賞を取った。で、どんな作品かと言いますと、舞台は、戦時中の広島で、まあ、のんびりぽやーっとしての性格の主人公の鈴が、広島のエヴァというところに住んでるんですが、呉という、ところに嫁いでいて、ささやかな幸せを感じながら生活をしているわけなんですが、だんだん戦争が激化していて、彼女のささやかな生活がだんだん崩れていってしまう。その時、鈴はどのように生きていくのか、といった、こう、戦時中の、生きる、女性のささやかな幸せを見つけながら生きていくような、そういう、物語になってます。はい。はい。私もね、この作品ちょっと、なんか柔らかいタッチで可愛くて気になってたんですけど、いかんせん、ホタルの、こう、トラウマが未だに治ってなくて、こう、話題が話題だから、見たいなと思いつつもね、ちょっと見れずにいるんですけど。自主規制。のような戦争世界を舞台にした作品ではあるんだけど、うん、本当に普通の人たちの日常のこうささやかな幸せというか、こう一生懸命に生きていく、そういうなんか場面をメインにしていくような感じで、なんかね結構笑えるシーンとかも出てきたりして、だからもうずーっと最初から最後まで重くて重くてもう心が苦しくてみたいな、そういうのではなくて、なんか本当にもう見た後にはちょっとささやかな幸せが見た人の中にも生まれるような、そういうなんか素敵な作品になってるんですよ。このささやかな素敵な世界にこう寄り添っていたいと思えるような、なんだろうななんか辛いシーンも確かに出てくるんだけど、うん、最後にもちょっとささやかなし希望が、見られて、うん、でエンディングのテーマとかスタッフロールを見ながらこうちょっと温かい涙がポロポロ流れてくるような、うんうん、そんな感じかな。で、映画の話ばっかりになっちゃったけど、原作も自分はその映画を見た後に、これはぜひとも読んでみたいと思って見たわけでして、うん、映画だと尺の都合で結構はしょられちゃうような場面もあって、うん、でも映画版も確かにその取捨選択はかなり繊細にされていて良いのですが、やはり原作にしかないこうストーリーにかなりそこにも深い色々こうグッとくる場面があって、で、その原作を見た上でまた劇場版を見ると、ああ、この場面はこういうことだったのかと、結構ね、色々ね、いろんな見方が発見ができて、そこが面白いなと。確かなんか、はい、いや、なんか、うん、なんだっけ、こう実際にあった場所だから、うん、聖地巡礼みたいなのもあったりとかするんですよね、うんうんうん。なんか入れないところはあるけど、ちょっと雰囲気を楽しんだりみたいなのもできるみたいなのを、テレビで。うん、でもただ、やっぱり戦時中の話だから、もう亡くなってしまった場所とかも結構たくさんあって、うん、でもそういった場所とかもかなり徹底的にリサーチして、当時はどういう風だったのかとか、そういうのを考えて映画の方は作られてるみたいで。さすがっていう感じで。この監督自体がそういうのすごく細かくこだわる方みたいで、だからその当時住んでた人とかそういう人とかもなんかいろいろこう情報を集めて、背景に出てくるなんかモブキャラクターとかもそういうのを元に書かれてるそうです。おお、すごいすごい作品ですね。だからなのかな、その世界に寄り添っていたいなって思っちゃうのは、本当になんかそこにあるような、結構。上の年代の方も見たりとかするっていうのを聞いたりとかして。結構ね、なんか幅広い世代の方に見られているようで。うん、なんか、もんぺかなんか着物を直すシーンみたいなのがあって、みたいな。そういうところでなんか周りの人たちがなんか、あの子間違えてるよとかってなんか話したりとかしてたみたいなのをなんか、ツイッターチューチューとか当時のことを思い出しながら見たりとかする人もいたりとか。そういう意味では家族で見たり読んだりするのも楽しそうかもしれない。うん、ですね。ちいちゃんおばあちゃんいたら一緒に行ってみようよ、みたいな。確かにそういう感じで結構ね、広がっていったのもあるみたいね。こう見た子供が面白かったから、ちょっとお父さんとかおばあちゃんとかと一緒にもう一回見に行ってみようかなとか、結構そういう風にどんどん口コミで広がっていったそうですね。うん、だって最初はなんかすごい少なかったんでしたっけ？あれ違うやつかな、うん、そう。うん、この作品も最初は上映関数が
そんなに多くはなかったのが今は3倍ぐらい広がって、ね、すごいですね、うん、そこまで広告とかも多くなかったですもんね。そうなんだよね、うん、うちもどっちかっていうともうツイッターで話題になってて知ったって感じだから、そんなね CM で見たっていうイメージはなかったんですけど、やっぱ口コミ強いですね、うん、みたいな。そう、最近はね本当にツイッターとかそう、まあ、SNS のね力ってすごいなと。この作品の映画化自体もクラウドファンディングって言って、一般の方から資金を募って、それでなんか実現したっていうような作品みたいなんで。ああ、スポンサーとかがほとんどいなかったってことなんですか？スポンサーもついてたのかなとは思うんだけど、でも一般の人からもその制作費を応募して、それでなんかかなりの数集まって。でも確かに今の世代だけですもんね、その戦争時代を経験した人から話が聞けれるのは。からある意味いいきっかけですよね。うん、そういう意味でも、うん、素敵な、なんか素晴らしい作品は出てくれたっていうような意見も結構ね。うん。だからもう、はい、戦時中の話だからって言って、ちょっと重いんじゃないかとか、敬遠してる方はちょっと、そんなことないから一度偏見を取っ払って見てみてほしいなとは、思うかな。はい。アウトだよみたいに、悲しいお話ではなく、希望というか、優しい気持ちになれるものということで。いや、別に、聞こえない。否定するって言ったわけじゃないからね。もう、中森、あれはもう、規制をあんまり増やさないでくれ。初めて見て、その後原作を読んで、その後、もう一回見に行ったら、最後、一番最後のスタッフロールの後のクラウドファンディングで、出資してくれた人の、なんか、名前がバーって出てくるところで、ちょっとしたものが見られるんだけど、そのシーンでも、もう、号泣で、ポロ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 涙が流れて。そういうのもね、わかるからいいですね。しばらく映画館明るくなった後も、ちょっと席を動けなかった。それほど感動できる作品ということで、はい。はい。なんか映画がメインのになっちゃったけど、まあそんな感じで、はい。原作もとても素敵な作品なので、はい、興味のある方は見ていただけると嬉しいです。はい。ぜひ、良ければ見てください。はい。というわけで、以上、ソラカベージのおすすめ漫画でした。いろいろ、萌えんつ。このコーナーは、ボックスに入っている紙を引き、引いた単語で燃えるポイント、燃えんつを考えるというコーナーです。では、カードを引いていきたいと思います。はい。では、私が今回書いたので、二人に番号を選んでもらおうかな。はーい。はーい。はい。じゃあ、1から8までお願いします。じゃあね、6。6。ドロロ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 ロ。妖怪。はい。ななみちゃんは3。3。ドロロロロロロ。闇落ち。まあまあ。まあ、今、いい感じ、素晴らしい。すごいのが、書いて、もうなんか赤猫がバンで出てきちゃう。あ、わかる。そう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 。いや、でもね、可愛いんだけどね。もう今、いろんなのが出てるでしょ猫だけでも。そうか。なんかいろいろ種類があるんだよね、猫ちゃん。誰かと言わないけど。あれでしょ青とかもあるでしょこの前コンビニで。コンビニで見たら黄色とかも出てたけど、髪の毛がうにょんってなってた。あ、なんか海外の子かな。結局自爆霊でしょ。うん、のはず。めっちゃ歩き回ってるじゃんと。自爆霊って何っていう。だからそのことは別の答えなんだって、確か。うん、だから多分アメリカに自爆してるんじゃないかな。まあいっぱいいるしね。うん、猫は。まあ、妖怪妖怪か、燃え込ますね、ツインテールの赤毛の。私すごい遡ってくと、戦っちゃうようなやつとか出てくるんですけど何かな、スパッと出てこないんだけど白い方雲と白い雪女さんかな。あ、でもそれもよくなんか学校でもの真似っていうか、なんかなんとかごっこみたいな、やったよ。流行ったね。今の若い子は分かんないよ、きっと。あれでしょ、学校のやつでしょ。学校のやつもそうだし、なんか主人公が初っ端死んじゃうようなやつとか。ああ、自分の馴染み深いのは、右手かの手袋外すとってやつかな。うん。ちょっと前にドラマ化したやつですよね。ちょっと前だったっけ、結構歌ってなかった。やばい、どうしよう、年のつながる。
しかもさ、今第2期やってるでしょ、漫画で。あ、今なんか大人になったやつだっけ、生徒たちが。あの生徒の一人が生徒に、あの先生になって、で一緒の学校に通っててみたいな。うん、なんかスピンオフでなんかいたこちゃんの話とかもあったよね。ああ、それは別の番外編ので主役がね、漫画だから結構エッチーシーンが出てくるでも本編も結構当時小学生が見るにしては結構すごい描写がなかったっけ。あ、結構ジャンプアップしてましたよねなんか風呂場から大量の女の人が出てきたりとか結構あの作品で性癖歪んだ人が多いんじゃないかなその作品のせいにしたらいけないよ。まだ開ききってなかった花が開いたんだよきっと妖怪の話だっけ。妖怪妖怪の萌えポイント、萌えポイント、妖怪のもうなんか自分にしか見えないとかっていうのは結構あ特別。あとある日突然見えなくなっちゃうとかっていう切なさもあったりとか、どうしても交わらない2つのこの年の流れとか、逆に生まれ変わりとかだったらどうなのかな。それも覚えてなかったりとかしたらまた人波乱とかってなんかも切ない気がする。私が想像イメージしたのはその昔結ばれなかった二人が結ばれようねって言って相手方が亡くなってもう一人は長生きするために妖怪化しちゃうみたいな。ああ、フルを転生して生きていくけど、もう一人はお前が忘れられて自爆しちゃうよ、そんな感じかな。やっぱ何でもかんでも愛に絡まっちゃうね、うん、しかも頭の中ではちゃんと性別がねまあね、うん、ノーマ至ってノーマルに送り出しますいいんですよ、真ん中では自由にあのでは皆さんの赤想像にもお任せしますみたいな妖怪か。個人的には雪女が好きだけどな、うん、あ、妖艶ななんかこう魅力があるよね。あ、でも一番好きなのはやっぱキュービーかもしれないな。あー、定番のお狐様、はい。あと白虎も綺麗だよね。じゃあ天狗、あ、白虎、天狗とかは、あ、天狗も確かに、あのお婿さん迎えちゃう感じ、神隠ししちゃう的な感じで結構あのその白天狗と黒天狗がいるじゃん。私はどっちかって言って黒天狗派なんだ。黒と白がいるの。要は作品によって違うかもしれないけど、あの大きい木が子供を落としてそれが黒天狗って言われてて、要は木のせいなんですよ、うん、その黒天狗は。で白天狗っていうのはその力に慢心したお坊さんが天狗道に落ちて天狗になるんですよ、うん、だからたびたび仏とかそういう人たちにいたずらするのはだいたい白天狗って言われてて、うん、その白と黒で話が作れそうだよね。あ、結局白天狗の方は人間が闇落ちしたっていう。ここで闇落ちが、ここで闇落ちが。で大体、うん、神隠しをするのは白天狗の方なのかな。決めつけるわけじゃないけど。迎えたんですね。迎えていろいろと、あかん。よりさまで染まってきてしまった。闇落ちですね。一番なんか妖怪じゃないけど、なんか昔読んだ安倍の生命となんかドーマンのなんか、うん、こう同時にまでいかないんですけど。大丈夫、それ腐ってない、大丈夫。ドーマンじゃないよね絶対。ちゃんとあのノーマルな本だった。ただなんかこう深い友情止まりのやつだったんだけど、こう安倍の生命が亡くなってこのその転生した安倍の生命をドーマンが名前を変えて守りながら育てるみたいな感じのやつで。あとはライバル的なのじゃなかったっけ。そうそうです、うん、ドーマンってどの人だったっけ。ドーマン生命懐かしいな。懐かしいね。初期のなんとか動画のあたりだよ多分。はい、わからない人はみんな調べてください。話がそれ。はい、戻しましょうか。そう、もえもえ。闇落ち？なんか闇落ちした生命の元妻をなんか二人でなんとかするみたいな。あれ生命って結婚してたっけ？リカその時はリカちゃんっていう名前だったけど、あれ二次っては勝手に作られたお話だったのかな。私が見てたのは映画の方が多いからな。私も映画ですね。あとなんか漫画を途中まで。ああ、でも確かに多いね。そんなに作品がいっぱいあるから、どれが割と昔のそういうのに基づいてるのか。まあでも元々昔の話って全部議事録とかそういうので引っ張ってきてるから、全部が全部正しいとは限らないみたいな。うん、美味しいどこ取りしちゃえばいいんですかね。なんだっけ、妖怪と闇落ち。妖怪と闇落ち。闇落ちはどんな感じかな。闇落ち、なんだろう。ライバルポジションの子が良くなりそうなイメージだけど。ああ、
なんか、燃えますね、それ。闇落ちって言うと、なんか、自分が昔見てた、こう、いわゆる低学年向けなのかな、アニメなのかな。闇落ちで低学年向け。いや、なんかね、それはかなり、いや、もっと最近の作品です。いや、だってあれだって、あれだって急にこの闇落ちだと思うんだけど。あの、姫様姫様、姫様殺されて闇落ちしちゃう。でも、なんか、もともと作品的にはさ、落ちるの前提だったんじゃないあれ。まあ、確かに、まあ、落ちるって分かってたよね、みたいな。どんなだったっけ結構、昔読んだきりで。なんか、最初、神官に姫様がさらわれて、光の戦士を呼び寄せて戦ってみたいな。そう、悪いやつから助け出してほしいみたいな話だったのに、いざ開けてみると、お前たちの仕事は姫様を殺すことだみたいな。えみたいな。そんな感じだった気がする。で、その相手の悪いやつは、それを阻止するために姫様をかくまってたみたいな。いや、私の聞いた話だと違ったかな。あれ違ったっけ？私の記憶が違うのかな？だから結局、その、姫様が心でその平和を保ってたから、姫様が一定の人を好きになっちゃうと、均衡が崩れちゃうもんで、そうで、両思いだから、そのままだと世界が崩壊するから、姫様は死を望んでたみたいな。いや、なんか両思いだってまだ分かってなかったじゃなかったっけ？いや。死んだ子だったっけ？それに気づいて。みんな、ここだと拉致が開かないので、皆さん、借りてみてください。そう、借りてみようぜ。今もうまだレンタルしてると思うので。いや、本当にちょっと。あの闇落ちだっけ？闇落ちから。あなた低学年がどんどんこうのって言ってますね、さっきよりさん。はい。アニメなんかね、主人公のなんか親友ポジションの子がいたんだけど、まあその子がなんか主人公のその明るくてみんなに慕われるその性格に、彼は太陽で自分は月のような存在だみたいな、なんか風にこう心を病んでいて。男の子ですか？最終的に男の子の主人公は男の子で、その子も男の子です。でなんか家庭もうまくいってなくて、なんかいろいろとこう、ね、主人公に複雑な思いをこう嫉妬みたいな抱いたりなんかして、最終的にはなんかこう失踪して電脳世界で再会したらなんか敵として立ち戦ったみたいな。闇落ち。電脳世界、あのなんか検索みたいな感じで。バンクっていう作品なんです。あ、違った。あのこと終わった。タイトルは聞いたことあるな。あんまりゲームもこうそこまで多分どっちかバンバン流行ってた頃に出た作品だから埋もれていってきしまった気がする。闇落ち闇落ちか、なんかイメージ湧かないんだよな闇落ち。いやでもなんか妖怪系とかだと、そのなんか幽霊とかだとあれじゃない、こう好きな人をずっと待ち続けてて、でこう落ちたくはないけど闇に落ちちゃってみたいな、それでも待ち続ける、それは心がじゃなくて体がっていうこと。霊体が逆に昔岩井さんがやった作品で仮ヒロインの子が闇落ちしちゃいましたよね。一人若干ヤンデレ入ってたような気もするけど。ああ、でもある意味闇落ちじゃないあれ。まあそうだね。その某フェンリルグリーフの違ったっけ？某ってもう言っちゃってるよ。いやタイトルをさ言っとかないとさみんなわかんないかなと思って。まあ一応どっかでまだ変えるかもしれない。自分の主演作品欄にあるからリンクがまだ残ってればそこで変えると思います。宣伝しちゃった。どうぞ。そのヒロインの一途さは好きだけどね。その闇落ちしちゃう方。闇落ち後はかなりすごいこと言ってるけどね。ね、あれかな、やっぱりヤンキーとかみたいにさ純粋な子ほどさ落ちやすいのかな。ああ、そういうのは確かにあるかもしれないね。純粋さゆえに、その理不尽なこの現状にこう絶望してとか。世間がいけないのかな。でも私すごいなんかニコニコしててめちゃくちゃいい子なのにすごい闇を抱えて闇落ちしちゃうとかっていうのも結構好きなんですけど。ああ確かに逆にニコニコしてこう明るく膨らまってる人ほどそういうものを抱えてるっていうのもあるね。そう、ちょっと闇みたいな感じで好きです。闇落ちはそのそこから救い上げる過程とかもね。圧倒的光。そういう希望が見出せるのもまた面白いところだと思いますが、まあ、俺がお前を助けるみたいな。ダメだ、そういう系だと偉い本しか出てこない。偉い本しかストーリーが出てこない。お前が闇に染まっても俺が何度でも救い上げてみせる時なんだ。ダメだ、偉い本しか出てこない。
すいませんでした。いやでも闇落ちて最近の言葉って私は思うんだけどね。当時で何年前かわかんないけど確かにそれに当たるような言葉はなかった気がする。え、ヤンデレとかそういうのとは違うの？ヤンデレと闇落ちはまた違うんじゃない？このヤンデレだと、いわゆる主人公に直結して好きな気持ちがあらぬ形でって感じがするけど、闇落ちは恋愛感情に限ったことではないような。ありとあらゆる闇の感情が負の顔が引き金となり、なんだろう、オタクのヤンキーかみたいな感じかな。うん、オタクっていうところのそういうものか。あ、ダメだ、中二病になっちゃうな。右手がうずくみたいな。ファンタジーでやれば闇落ちかもしれないけど、いやいや、ファンタジーでも中二が溢れてるな。うちもなんか最初闇落ちって聞いたのが某刀のゲームの二次創作で、闇落ちは初めて聞いた。のかな。だから結構ここ2年、アプリじゃない、あのネットのかネット、はい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 、まあ、アプリでもあるんですけど、あ、そっか、アプリでも出たね。そう、アプリとブラウザでやってる、あの某刀の、うん、擬人化のやつね。うん、うん、の二次創作で、あの闇落ちっていう単語をまあここ2年ぐらいで聞いたかなみたいな。そっか、まあ最近だもんね、闇落ちって聞くようになったの。確かに。もういい頃かな、時間が。そうだね。ちょっともう打線がひどいところになってきてから。そろそろ結びに行きますか。そうね、はい、そろそろ復習も隠しきれなくなってきてるんで。うん、私の復習は常に隠しきれてないんですけど。私も隠しきれてないんですけど。復習を真空パックに飲んでおかないと。あ、ダメだ、パックが腐っていく。なんひどいよ、ゆうりさん、その言い方ひどいよ。問題ないよ、みんな腐れば怖くないから。そうそう、何その、人類なんとか計画みたいな。じゃあ絡ませるの、闇落ちと妖怪を。もういいんじゃない。はい、あの収集がつかなくなってきたのでやめましょうか。はい、ということで以上、いろいろモエンツのコーナーでした。はい、なんか今回はとても濃厚な。でも濃い話できるじゃないですか。いや、なんか最初のね、そのヒートアップするまでのその持っていき方がね、ガンと上がらないっていうね。で、あらぬ方向にどんどん枝分かれしていって、そこはどうにもならないから、もうドーンって投げて、さあさあさあ、お疲れ様でしたみたいな。まあまあまあ、よくある、よくある。大体いつものアーカイブのラジオの流れだね。はいはい。まあまあまあ、隠しきれない不思議。本当に皆さん聞いてくださってありがとうございます。本当にね、本当にありがとうございます。以前ツイッターとかでも、あの、楽しく聞いてますっていう、ありがとうございます。タイムラインで見かけて、もう一人でも聞いてくださってる人がいるんだったら、もう続けますんで。本当にね、そういう意見とかもね、あるとすごく嬉しいですね。これを聞いてくださっているのか。本当にあの、ない時間の中聞いてくださっている、うん、もう全然流し聞きで構わないので。本当にね、作業の本当にね、もう暇で暇でしょうがないようなね、そういう時にね、もうしょうがないから聞いてやるかぐらいのね、気持ちで聞いていただければね。暇で暇でしょうがない人が現代の世の中にいるのかどうかだけどね。あ、でも寝ながら聞けばいい。あ、そうだね、睡眠導入ならないよ、こんなの。徐々にヒートアップしていくからね。絶対悪夢を見るよ、こんなの聞いてたら。とりあえず BL の夢は見えそうな気がしますけど。世界は復習化計画。あ、そうか、睡眠時に刷り込んでいくのか。刷り込み、恐ろしい計画を。はい、では次のコーナーに行きます。はい、行きましょうか。はい、ソルティータイム。ソルティータイムとは、次回のラジオ内容を決める運命の時間です。運命を決めるゲームは猫戦車です。時間がないので、ちゃっちゃとやっていきましょう。では皆さん、話しながら、次の皆さんが何がやりたいかを決めましょうか。はい、決めましょうか。まあまあまあ、私はまあまあ変わらず BL なんですよね。あ、じゃあ私も BL にしちゃおうかな。おい、おいおいおい。2人 BL で、1人ゆりか。ちゃんと3人で分けましょうね。はい。じゃあ私、ゆりの申し子になろうかな。これもう NL でいきますよ。入った。当たった。どうしようかな。
私狙われてる？自滅覚悟やね。そう、自滅覚悟。じゃあこうしよっかな。あ、行っちゃった。あれ、よりん。さっきワープ失敗したのに。ショック。おなんか潰し合いしてる。いや、とりあえず一番近いところから落とそうかなと思って。ノー。なんか勝手にやり合ってる。安全だったらいい。あ、そんなこと言う、そんなこと言う。ワープを失敗したのがいいかな。あ、ちょっと。やだ。やばい。やりません。お、何が起きた？ワープ失敗した。これはスタッフを取られてしまった。あー、なんでそこに落ちる？あ、でも取れない。ハマったダキ様。ちょっと削ればいいんじゃないかな。来る。あ、じゃあ。あれっていうか、なんでイオリさんさ。なんでイオリさんさ。なんでイオリさん、ハマった。ハマった。動けなくなった。あれ、いつの間にダメージ受けてた？より。自分の球に被弾しちゃったんだ。ああ。あれ？下から狙うとは卑怯。あ、空をかすんでていい。でももう動けないんだよね、なんか。完璧にハマった。悲しい。ちょっとやばいよ。あれ、もう。これでもう回復が落ちないから辛いな。どうしようなまだわかんないね。まだわかんないね。でもね、強化弾もないんだよね。あれ、何もしてないのに勝っちゃったぞ。NL 強い。ほら、今まで全然活躍できなかった NL さんがここぞとばかりに逆襲を試みて。今まで呪われて抑えられていた分解放されて内なる力が。というわけで次回も NL だね。 NL だね。不臭あふれる NL だね。あー、どうにかせねば。次回までに対策を取らねば。というわけでね、はい、NL ということになりましてね。はい、はい、イオリン強いね。あれ、前回も勝った？もしかして前回どうだったっけ。なんか結局 NL が残って、 NL2 人残って決着だったんじゃなかった。うん、そんな記憶がかすかに。なんだろうね、自分 NL 選ばない方が良かったのかな、勝っちゃうから。いや、見たらしい。ぜひ NL を構成前回も選んで、次から選んでいただいて結構ですよ。いいですよ、矢抜くので。矢尾町はなしで。いやー、でも、今回は結構早かったですね。戦いが終わるのが。目の前にいるから、とりあえずこれは撃ち落とさないとと思って。いやー、ワープ失敗したのがきつかったな。結構、毎度ながら下っちゃうね。なんか、時間が空くと操作忘れちゃうし。わかります。なんだっけって思っちゃった。予行練習しとかないと。はい。ところで、はい、皆さん、次回もノーマルの NL 回です。はい。ノーマルの、ノーマルの。
なんでそんなに押すの、ノーマルを。もう、あの、皆さんに忘れないように。はい。そう、あれ、今回、花遊戯だよねって言われちゃうかもしれない。あれ、バラ遊戯かなって言われちゃうかもしれない。いつもそんなようなもんじゃねえか。はい、あれあれれおかしいなぁ。おかしいなぁ。あれれはい、ちょっと、いおりさんが疲れてきたみたいなんで。そろそろ、縁も竹縄ですが、お開きといたしましょうか。そうですね、はい、ここら辺で。というわけで、次回も聞いていただけたら嬉しいです。はい。では、皆様、またねー。バイバーイ。